皆様、こんばんは。今日は2020年12月15日火曜日です。中京のツバメについて、私はこれを重要なニュース的な事件だと意識しています。これがニュースですが、新しいニュースではないんです。古いニュースですが、新しく報道されています。どうしてかというと、これから説明していきたいと思います。今、アメリカ、カナダ、 イギリス、西洋諸国では話題となっています。トランプ政府は今年ご存知のようにとても重要なことをやってきました。世界に向けて中共の意図、戦略的な意図をみんなに呼びかけています。気をつけましょうと。中共の意図については世界の先進国はみんな理解しているわけではないんですね。西洋の世論、メディアを見て わかるのはメディアは制御の世論に合わせています。中共はどんなものかを報道するようになってきました。これは意識、価値観の問題ですので少しずつ慣れてきます。時間がかかります。最終的には世界のみんなは中共に対しての見方、考え方は変わると思います。私は何回も言いましたが、中共、中国には 実力がないんです。先進国との実力の差が激しいです。世界が違います。全体的な社会のレベルだと言いますと、30年、40年の差があると思います。保守的に。宗教の唯一の有利なのはサイズです。大きさ、広さのサイズです。でも、大きいであっても、実力の差がやはり激しいです。 世界の先進国は中共と対抗しない、できないのは間違いですね。先進国には力が足りない、ないっていうことはないんです。対抗するかしないかの問題です。つまり中共はどんなものなのかまだわかっていないんです。中共の本音、本当の意図がわかっていないから、詳しく戦略を立てることができないんです。準備、 戦略、計画がないから反応がないという意味です。これが過去の10年あるいは20年、中京が先進国への信徒、買収ができた理由です。昨日の動画、今日の動画、ニュースでわかるのは先進国は変わってきたと思います。このニュースは12月9日の報道でした。アメリカ連邦捜査局が発表しました。 でも、今起きていることではないんです。2012年から2015年の間に起きたことを公開されました。ツバメとは中京のツバメです。鳥ですね。かわいい、きれい、賢いのイメージですね。これはソ連からの呼び方です。ソ連の国家安全委員会、え情報機関、秘密警察。女性はツバメです。男性なら カラスだと呼びます。綺麗な、若いな女性を訓練します。その女性を先進国に派遣します。先進国の官僚、政府の官僚、要人、商業の官僚を自分の色気を使って誘惑します。官僚、政治家も誘惑して必要な情報を聞き出します。それが えー、動画を撮影してですね、あるいは写真を撮って、えー、自分との証拠を持っておくと、相手を威嚇して自分の言いなりになってもらいます。自分の都合の良いように動いてもらいます。ツバメとは、それの時代、女性の工作員、スパイの呼び方です。でも、技術的な工作員ではないんです。自分の色気を使って工作、 仕事をする女性のことをツバメだと呼びます。男性ならカラスですね。アメリカの報道では中共のツバメはファンファンだと呼びますが、英語の名前はクリスティン・ファンと言いますが、アメリカ・サンフランシスコにある中共領事館に所属されています。あるいは支配されています。中共 中国国家安全保障部署に所属されています。つまり彼女は本格的なスパイです。彼女は2012年から2015年にかけてサンフランシスコ湾に活動をされていました。その後、アメリカ連邦調査局に気づけられました。スパイですと。連邦調査局は彼女の動きをですね、追跡をしました。2015年、 きっと情報が漏れたと思いますが、彼女は中国に逃げました。姿が消えました。30歳でしたが、とても綺麗だったそうです。高級車を乗っていました。彼女の任務は、自分の色気を使って、アメリカの官僚、政治、要人を誘惑して、情報を聞き出すことです。そして、相手に自分の都合の良いように動いてもらうことです。 彼女は最初の姿ですね。現れたのは修立大学でした。中国の留学生のリーダーとしての存在でした。この留学生の身分で活動をしました。修立大学だと報道されていますが、大学名ははっきりと報道されていません。私は思いますが、多分ですね、カルフォルニア大学ではないかと思います。 アメリカの報道では彼女はたくさんのアメリカの官僚を制覇しました。一部は名前を出されていましたが、一部はですね、やはり名前は言えません。当然ですね。アメリカの年寄りの市長を制覇しました。まだアメリカの若い市長と車で男女のことをやっていました。車,だあ車がですね、揺れていました。FBI が動画を撮影していました。 サンフランシスコ湾の会員の議員、スウェーウェオはファンファンと性的な関係を持っていると報道されています。スウェーウェオは会員の情報委員会の委員でもあります。これを見て彼女はどうして彼に接近したかどうか、あの、これでわかると思います。情報のためですね。当時彼は総監査長官になるとされていた人物ですが、でも今は もう無理と思います。今話題になっていますので。もう一人はカルフォルニア州の検査長官です。委員の,、えー、あの数人の名前も公開されていましたが、スタンフォード大学にあるフォーファ研究所にいる研究員ハンセンが言いました。当時ハンセンはですね、ある文章を書きました。中国の領事館が嫌でした。話をされていましたが、自分は無視しましたと。 その後、ファンファンから、彼女からですね、連絡が来ましたと、話をしたいと、一緒にディナーをしましょうと誘われていましたと、ハンセンは自分が言いました。今の時期、今更ですが、公開、報道されました。みんなに何を見せたいのか。みんなに見せたいのは、中共からの本格的なスパイがアメリカの政治への浸透の状態です。 この情報の影響はとても大きいです。この報道を公開されました。アメリカの要人、政治の要人、特に男性ですが、自分の下半身を気をつけないとダメなんですね。ニュースとは、みんなに報道するのはですね、現在、どんなことが政治的にの標準ですね、正しいかを報道することですね。これで見るのは みんなに報道しています。中京からのツバメの誘惑に乗ってはいけないよと、手を出してはいけないよと、あるいはツバメの可能性のある女性に触れてはいけないと、という意味ですね。2012年から2015年は当然ですがトランプ大統領の前の話ですね。今更報道されていました。後ろに見えるのはやはりその見えない力が あると思います昨日の報道では、195万人の中居の党員リストが漏れましたと。このリストはですね、えー、Google ではダウンロードできると思います。私の友達が言いましたが、自分の知り合いが中にいますと。誰が漏らしたでしょうかイギリスの報道、えー、で,でしたが、中国からの送信を受けて、このリストを見て、自分は調査しましたと。 当たり前の行動ですので、やはり調査しようと。中共の裏に正義感のある人間、あるいは、衆総書記の敵がいるという意味なんですね。中共の党員は、すべてスパイとは言えないんです。でも、言えるのは、スパイというのは、絶対に中共の党員です。この考え方というのは、とても大事です。日本には約2万人いると、えー、コメントでは書かれてありますが、 実はですね、もっといるはずなんです。こんなに少ないわけがないでしょう。なぜかというとですね、これはもう日本の方は自分の政府を攻めないでほしいんですが、もう過ぎましたので、これから前向きにしてですね、あの自分の政府を攻めてしまうと前に進むことができなくなってしまうんですよ。 なので、これからという意識でですね、持っていただきたいんですが、当時ですね、あの残留工事という言葉がご存知かと思いますが、主に、えー、国立工商、吉林省。 遼寧のカ所ですね昔、満州国というのがありましたので、日本の方はですね、自分の、えー、子供をですね、置いといて、えー、帰られたと、えー。そしてですね、約30年前くらいでしょうか、20, 年20何年前でしょうか、えー、急にですね、あの呼び寄せようと、えー。日本の親がですね、お父さん、お母さんが、自分の親戚、あるいは自分の、えー、お兄ちゃんがですね、中国にいる自分の親戚、呼び寄せようと。そうすると、えー、当時ですね、 今もですが、えー、先進国ではですね、国が、あるいはその政府が発行した身分、えー、証明書、あるいは、えー、そういう構成書とかですね、やはり偽造、政府自体があの偽造しないんですよ。あれは正しいものを作っているわけですから、日本の政府はやはり中国の政府を信用する、それしか信用できないわけですからね、信用してしまうじゃないですか。でも実際的にあれはですね、政府が、えー、嘘なものを作るわけなんですよ。 なので、あの、当時はですね、あの、自分の、まあ、孫とか、自分の親戚とか、あの、近所の人間も入れてですね、誰であっても、とにかく自分の親戚にできるんですよね。その中に、やはり混ぜてしまうのが、え、中共の当院のことですね。あの、中に入れてですね、あの、今で言うとスパイなんですが、あの、自分の都合の良いように動いてもらうためにですね、日本のあらゆるのところに浸透してしまうっていう、え、動きはありました。 それがやはり20年30年前の話ですが今更言ってももうしょうがないですねイギリスもそうなんですがアメリカもそうなんですがもうこれからですね前向きに見ていただければと思いますが昔のことを追求してもねもう前に進むことはできないので ただし昔はですね、まあ別に日本の政府は悪いことじゃないんですよね。やはり中国のことを信用してしまったということですからね。そこ,こまでやるっていうことをやっぱりやってるわけですからね。うん、普通でし,たってでしたらここまでやらないじゃないですか。中共だからやってるわけなんですよ。もうこれがね、若手来たらいいではないかと思います。まず若手来るはずなんです。わかるはずなんですね。若手欲しいですね。次のニュースですが、うん カナダです。カナダの報道では、カナダの政府、トルドー政府ですね、2019年に計画がありました。計画では、中京との軍事訓練をするっていう意味なんですね。カナダの軍隊と人民解放軍は、カナダで冬の軍事訓練をする計画がありました。それと、カナダ、 と中国人民解放軍の軍の高級官僚の会談も計画されていました。将軍レベルの共同防衛計画もありましたと。ただ最終的にはこの計画はなくなりました。カナダグロープメールの報道では、カナダ軍の総指揮官はこの訓練の計画を反対にしました。 人民解放軍はですね、カナダに行って、あの、カナダの冬場はやはり寒いということで、カナダ軍の訓練はやはりね、中教には有利ですね。中教は勉強する側ですから、かなりの経験を積むことはできると。これを嫌ということで、あの、この訓練は取り消しとなっていました。これは、これで良かったんですが。ただしですね、これも2019年にあったことですので、今年ではないんですね。 カナダのこの行動はやはりダメだと思います。カナダは北大西洋条約の国、アメリカの同盟国ですので、アメリカと中共の対抗は今年がひどいですね。でも今年っていうのは今が結果なんですね。去年からは貿易の摩擦がありました。 カナダは去年この計画はやはりダメなんです。でもこのニュースでは今更ですが公開されました。これを見てですね、トルドー政府には不利なんですね。もうすぐ選挙なので自分はショックを受けていると思います。このニュースを見てですね、みんな思うはずなんですが、トルドー政府は習総書記と同じ立場ではないのかと思われてしまうんですね。現在世界の世論としては先進国、 と、中共は対抗的な立場なんですね。これが今の現状なんです。トルド政府は中共と同じ立場ですと、やはり自分の国民であっても、西洋であっても、やはり非難されてしまうんですね。つまり、中共はもう臭い豆腐のようなものなんですね。あの、ご存知でしょうが、えー、中華料理では豆腐を発酵させて、 うんこのような匂いがするんですね。それをあげます。あげてですね、香子乳を効かして食べると美味しいんです。でも、あの、臭いです。なので、 実際的には、やはりね、服に着くと臭いですし、手で触れるとやはり臭いですし、なので、近寄らないっていう意味なんですね。近寄ると自分も臭くなる、そして周りに嫌われてしまうっていう意味なんですね。これでわかるのは、西洋では世論、社会の意識では中共というのは、 汚いものですね。トルド政府を攻撃するように、あの、中共、トースキャオを通しましたでしょうって攻めているんですが、このニュースが今ですね、公開されて、トルド政府のあるいは自分の選挙ですね、やはり危険だ,だな、というふうに思いますが。日本はですね、これから州総書記は行こうとしていますが、 もしですね、仮に、あのー、オリンピックのチケットをか買いました。行こうとするとどうなのかなって思いますけれど。はい、次ですね。スイスのニュースですが。スイスですね、中共の秘密な協定難があります。スイスですね、ニューチェリヒの報道ですが、スイスの政府は中共と 協定を継続的にしようかと、商談している最中です。それがどんな商談かというとですね、あの、簡単に言いますと、中、スイスにはですね、あの、中国の不法滞在者などですね、やはりいますので、あるいは不法入国者、やはりいますので、あの、スイスはですね、あの、その、 まあ、こういった国ですね、60カ国、このような協定を盗ん、盗みましたが、中共も当然含まれています。あの、理由としてはですね、スイスには不法入国者、不法滞在者がいますので、あるいはパスポートを持っていない不法滞在者もいますので、そうすると、えー、この人の身分を確認するためですね、あの、自分の生まれた国の官僚を呼びます。呼んできてですね、この人の身分を確認してもらいます。不法 不法滞在者なら強制送還ですね。これが背景であり、問題はないんです。そしてスイスは60カ国とこの協定を結んでいます。結んでいます。ロシア、トルコ、フィリピン、アルジェニア、エチオピアなどですね。つまりですね、このこれらの国ですね、あの不法入国者、あるいは不法滞在者が多いっていう意味ですね。もちろんですが、中国も入っているわけなんですが、 本来はですね、あの、これはこれで問題ありませんが、2015年中国との協定がありましたと。ただし、スイスの政府の、えー、話ではですね、これは協定ではないんです。政府と政府の協定ではないんです。ただ、ただの行政上の、えー ま、契約みたいな形ですね。なので、あの、うちは、スイスとしては、世界では2つの国と、この行政上の契約しかやっていないと。インドと中国ですね。 つまりですね、中国の官僚にスイスに呼びます。2週間ですね。2週間の間はスイスで自由な動きをしますと。そして、その人間、あるいは犯人、あるいは不法滞在者、不法入国者ですね。その人間と会談をさせます。その人を判断してもらいますと。どんな人間なのか。身分を確認してもらいます。強制送還にするとか、という話になっていくんですが。ただしですね、問題あるのは、 スイスには、あの、政治的な被害を受ける人間いますよね。あの、いるはずなんです。中国人、中国人。申請、スイスで難民の申請をする人間もいるはずなんですね。これで、スイスの政府は何やってるのっていう意味なんですね。おかしいではないかって言われるんですね。スイスで、 政治的な被害を受けて、スイスで難民の申請をします。そしてスイス政府は、中共の党員を呼んで、この人を判断してもらう。その政治の標準というのは誰が判断するのという意味なんですね。なので、スイスは今、避難されています。これ結構難しいんですね。まあ、みんなにおかしいではないのかと言われています。やはりスイスはですね、あの、中立という意味ですから。 次はですね、えー、オーストラリア。 えの話をしていきます。皆様もご存知のようにですね、前の動画で言いましたが、オーストラリアは今年ですね、積極的に中共の病気ですね、あるいは部下の病気を積極的に調査しようと動いてありました。オーストラリアはとても英雄って感じですね、優雅な国です。とても素晴らしいです。ただしですね、中共はやはり起こりました。オーストラリアを制裁にしました。例えば、オーストラリアからの牛肉ですね、えー、そういった食料で、食料品ですね、 あるいはロブスターですね、えー、輸入をき、あのー、禁止にしました。ただしですね、二つのものが、えー、輸入禁止にしないんです。一つは牛乳です。もう一つはオーストラリアからの牛乳は輸入しないんです。中国で、えー、偽造の、オーストラリア偽造の牛乳を一旦、えー、国から、中国からですね、製造して船で出てます。で、それからまた帰ってきます。そうすると、オーストラリア産の 牛乳になってしまうんですね。それで安く販売できると人気あります。これが中級の政府はしています。もう、これが国がやってるわけなんですね。 あの次はですね、私が言いたいのは鉄鉱石なんですよ。もうちごち得になってきたかなというふうに思いますが、中国ではですね、まずは、えー、この鉄鉱石の中には皆様もご存知のように鉄あるいはステネスの原材料なんですね。これが鉄鉱石ですね。つまりインフラの基礎でもありますね。オーストラリアは、えー、世界の 鉄鉱石の産の産量、生産量ですね。53%を占めています。とても世界の半分以上の生産量を持っていますので、次はですね、ブラジルなんです。ブラジルは21%の生産の量を持っています。世界の需要では。なので、あの、オーストラリアは生産する量が多いということで、やはり値段を決める、やはり力が持っているという意味なんですね。中国では、オーストラリア産の 鉄鉱,石を鉄鉱石を買わないとダメなんです。理由が二つありますね。まず、コストですね。あの、コストというのは、中国自分産の,の鉄鉱石ですが、質が悪いんですよ。あの、中に含まれている鉄あるいは、えー、ステンレスの成分ですね。少ないということで、そしてですね、深く深く掘らないと、 ダメなんですよ。中国昔ですね、あのー、少し掘れば、もう鉄鉱石がいっぱい出てきますが、やはり今ですね、中国はもうそこまでのね、量はないということで、あのー、もうかなり深く掘らないとダメなんです。そして日本の方はご存知かと思いますが、えー、中国に来られて山が大体青色でないんですよね。 青色があまりないんですよ。なぜかというと、あれは山じゃないんですよ。あれは中国で、地方の土地でですね、あの、掘った、掘り出した鉄鉱石を燃やしたものなんですよ。あれで、要は鉄鉱石のゴミをですね、そこに積み込んで山になっているだけです。なので、その山っていうのは、えー、ね、植物は出てきません。これが今の現状なんですが。で、そしてもう一つですね、コストがかかるのは、 運送なんですよね。皆様もご存知のように、鉄鉱石っていうのは重いですし、でかいですし、えー、本当にバカでかいですね。なので、 重いんですよね。運送するのにすごい高値がかかるわけな、運賃がかかるわけですから。ただし、オーストラリアと中国というのは、真ん中にあるのはね、南シナ海ですね。南シナ海を渡れば、もう中国ですから、あの、運送の料金が安いっていう意味ですね。運送でのコストが安いという意味です。なので、中国ではですね、1年間の需要の鉄鉱石は、 の20%がほぼ、持、え、続、ー自,自,まあ、自給、あの自給自足という意味なんですね。あの、残りの80%はオーストラリアから買っています、えー。そういう意味なんですが、でも、オーストラリア産の鉄鉱石はですね、今まではいいんですが、これからもうかなり値段上がってきました。今は去年の34%ぐらいの値段を値上げされました。 1>, あの1トンに対しての値段ですから、鉄鉱石は大きいし、重いだけじゃないですか、1トン31%でもかなり痛いんですよ。 中国では今年の病気の、ね、影響もありますので、経済を復興していこうとしていますが、あの、鉄道ですね、あの、高速道路、橋とか空港とか港とかいっぱい作るわけなんですよね。そうしないと、つまりインフラですね、の施設を作らないと、経済が発展できないので、 これらのインフラというのは、鉄鉱石が元なんですよね。鉄とステネスが必要ですから。で、オーストラリア国産の鉄鉱石が今値段上がってき,てきましたので、中国はかなり悲鳴を上げていますので、もういよいよですね、オーストラリアと会談するになるではないかと私は思います。もう自業自得ですね。あの、 オーストリアを叩くように見えるんですけれども、実際的にはそこまでは無理ですね。オーストリアはですね、あの、自分の、えー、50、もうほぼですね、あの85、85%、自分の生産量の85%を中国に向けて、あの、あの輸出されていますので、なので、両国にとっては、 需要し合っているわけなんですね。オーストラリアは中国に売りたいなんですね。中国はオーストラリアから買いたいですね。それでですね、日本の最近のニュースでは、あの、中国の輸出管理法とか言いますけれども、あるいはレアアースっていう意味ですね。レアアースのことを心配されている方多いかなと思いますが、レアアースあ、例えばですね、えー、2008年でした。2010年、あるいは2008年、9年でしたが、 半日キャンペーンやっていましたね、中共は。頭が急にいかれてですね。で、レアアースで日本を叩きました。でも日本の政府はですね、あるいは日本の企業はすごい素晴らしいのが、レアアースですね、バッテリーを生産していましたけれども、レアアースをなくても、あるいは少しの量で、 あの、昨日の良いバッテリー、あの、高の、あの、高精度のバッテリーを生産できるようになったんですね。そうすると中国はまた自己持得ですね。需要が減ったわけですから。そして中国はその情報を受けてすぐ再開しました。日本にもう一度レアアースを売るようにしました。中国はレアアースっていうのは売らないとダメなんです。レアアースはですね、オーストラリア、カナダにも持っているわけなんですね。ただし中国では世界の90%以上のレアアースの 生生産産量を生産しています。なぜかというとですね、レアアースを生産していくには、かなりの環境、温泉が出てきます。中国の政府はもし環境、温泉のためにレアアースを制限するというのはありなんです。ただしですね、今までは不可能です。あのそこ、環境のことはあまり考えてないですね。口では言うだけですので、あの実際に行動では出さないです。 あのレアアースですね、中国ではあ,のあってもゴミなんですよ。 使う道がないんです。日本の技術があってですね。例えば日本にあ送ります。日本では何物を入れて、何物を入れて、温度をどのぐらいに上げて、どんなことをして、次のものになってくるわけなんですよね。そのものを、えー、使っていく。あるいはそのもので物を生産するという意味なんですね。中国はレアアース持っているだけで何もならないんです。あの、本当にもう。例えば石油ありますよね。今は石油使うことができるから、 あの、貴重に、貴重としてされていますが、昔でしたら石油はただの黒い油じゃないですか。どんな、あの、ゴミですよね。いらないんです。ただし、まあ、ある、今はちょっとひどいことを言いますけれども、中国ではそういう技術は持っていないっていう意味なんですよ。レアアースもそうですけれど、一つの例を言いますね。先の山言いましたが、中国では、え日本の方は日本にあ、中国に来られて、あまり中国の山ですね。青、青系は、 木とかね、あまり少ないではないかと思われるでしょうが、あの、それはですね、鉄鉱石の、えー、ゴミなんです。なので、鉄鉱石のゴミは、あの、基本ですね、もう何も生えてきません。ただ大きな山に見えるだけなんですが。で、鉄鉱石なんですが、あの、あの、これがですね、中国がの技術で鉄鉱石、 のゴミを山として積んであげ,積み上げているだけなんですが、その山をですね、あるいはゴミになっている鉄鉱石ですね、ゴミの鉄鉱石、鉄鉱石のゴミをですね、日本に送ると、もう一回使用可能な。 かよ、可能という話を聞いております。これが、あの、神戸製工科、新テスの方がおっしゃっていました。えー、日本の方にすれば、中国はもう一回ね、あの、燃やした、使い終わったものは、実際的にもう一回あ、もう一回というか、まだ使用可能という、多コさのものはまだ含まれているという意味なんですよ。なぜかというと、中国はそこまでの技術は持っていないということなんですよね。あの、鉄鉱石は、あの、自分の土地から土から掘り出して、 やり、あの、燃やして、あの、それを使ってですね、あの、成分を取り出して、実際的には中にはまだまだものは、貴重なものは残っているという意味なんですよ。なので、あの、日本の技術は実際的には本当に素晴らしいです。あの、同じ、例えば中国はですね、ステンレスあるいは鉄、生産量はかなり多いんです。ただ、そういう特殊鋼と言いますが、特殊のステンレスの材料ですね、カーボンだけじゃないんですよ。 京セラとかあ,のああいうね素晴らしいものだけじゃないんですけれど普通に新幹線とかえ高鉄道に使われる貴重な材料ですねあれは日本から輸入しないとないんですという意味なんですね、はい、今日はここまでにしたいと思いますありがとうございましたあそれとですね今日の話題ではですねあのめの話をしましたけれどもまあ気をつけてくださいありがとうございました